思うので、皆さん期待してお迎えください。それでは踊っていただきましょう。リアルプロモーションプラスユニバースプラスカリスマカンタロー、拍手。
はい、ありがとうございます。いいっすか、特にいらない。結構ガチでしたね。全然そこら辺の大学生より全然うまかったっす。そこら辺の大学生より。どうですか感想、とりあえず中間なんで今。結構体がしんどいもんで。まあそうですね、もうここの最近は毎日深夜でなんかしたりして。そうですね、まあ誰にも挨拶できないんで。はい、そうですね、秋の時間が短いですからね。この後から、はい、ドットで踊るので。はい、ドットドット踊るので。はい、はい、ちょっと息整えたいと思います。はい、ただ本番こんだけ疲れてると今分かったんで、はい、これからちょっと思いもやりますね。そうですね。ただまあかなり2日間でこの練習して、はい、踊れる俺っていうのは解散だなと思っちゃいました。わあ、いいよ、拍手。ちょっと一回整えて、はい、着替えてからこれから、はい、バンバン出ますので。そうですね、はい、次ですよ、すぐですよ。次ですね、はい、俺につなげってことですね。そうですね、次接種法とか、はい、やべえ、次カリスマ手法っすか。え、 DJ タイプないっすか。そっか、なくなったのか。そうですよ、やべえぞ。だから早くも喋ってない、早く戻してください。引き上げてきます。マイクもいらないんで。足はまだプルプルしてるんですけど。はい、っていうか俺ヤドカリいつ練習すればいいのかな。ヤドカリ練習ないです。ないですか、よくわかりました。いや、ひどい話ですよ。誰が一番忙しいかと、俺だからね。はい、DJ タイム、もともとスケジュールなしになってたんですけど、あるならあった方が、はい、あるならあった方が俺的には。あれ、どう、ていうか MC やれや。ちょっとマイク持ってこい。ちょっと先ほどね、ミリオンゴッドの人が来ますから。なんなんだよ、なんなんだよ。何よ今。まあね、こういう楽しい、ゆるい、ハッピーなイベントとはいえ、 MC を任命されて頼まれたわけですよね。はい、で今まで何をしてたか、ちゃんとみんなの前で、前でちゃんと言いなさい。敬語なんか使わないよ、この際。怪しい。はい、謝罪しよう。すいません、ちょっとリハーサルを見ないでね、本番を楽しみにしようと思って、はい、ちょっとフラーッと出かけたら、はい、吸い込まれて、はい、どこにですか、パチンコ屋さんに。ね、多分娯楽とかミリオンゴッドだけのワードで伝わってなかった方もいると思うんですよ。全く ね、やったことない人は。そうなんですよね。そんで、あれは3000円目ですよ。3000円目、割と何やってます。ミリオンゴッドやる方ご存知いないでしょう。年スロット好きな人います？全然もいないのか。誰もいないんだ。特に理解者がいないです。あのね、ゴッドってやつがね、はい、揃うと、まあ、大体2万円分くらいバーッと出るんですよ、はい、ね、でそれっていうのはすごく大げさな演出が来て当たって叱るべきものであって、はいはい、それがこうやってバッバンッてバンバンバンって押したらパシャ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 ってプイーンってなって、うわーっつって隣のおっさんたちブワー見て、俺の方、これで当たるのかお兄ちゃんって、いやー半端ないっすね、半端ないっすねじゃないっすよ。そこから3000円がなんと7万円に。おお、はい、もうね、今聞きました。この道に会った時にはもうね、まあここから3分ずっと続きですけれども、はい、ね、定期的にちょっとフロアに行っていただいて、はい、酒をおごりなさい、お客様。そういうこと。そうですよ、そうなっちゃう。7万円買ったらいいでしょ、1万ぐらいなくしてもね。パチパチじゃないよ、パチパチ。特にね、お母さん方に理解いただかないと。確かに、はい、まあちょっとね、なんかこう、今日青少年もいますからね。クソガキとかババアがジジしかいないから、ね、教育上、はい、ほんと暇な大学生でしょ。そういうことだよね、そういうこと。大変してる。あと俺らみたいな、カスみたいな、カスみたいな、そうそうそう、カスみたいなやつら、クソみたいなやつの誕生日祝ってるから、ね、でも、ね、それすらもうクソみたいな行動してますからね。そうなんだよね、はい、クソの中のクソ、クワもありましたから、クソもありましたから、クソオブザクソだよね。クソオブザクソですよ。そうそう、あれあれなんか準備が、ね、ちょうど喋ってていい感じみたいですね。そういうことなんですね。あ、これ DJ タイムだったの本当は。
いえ、あのタイムテーブル上ではもうこのまんまあの10分ぐらい喋っていただいてっていう感じなんですけど、なるほど、ね、若干押してるので、はいはい、じゃあまあすいません、あのサクッとやった方がいいんだね。